どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、クラッシュオブクランの隠しテスラについての動画です。隠しテスラと聞くとやはりその名前からしてその隠す、その攻めてきた相手に対してその意表をつくような防衛をする、そんなニュアンスが含まれている、まあ防衛施設だと思うんですけども、違うんですよ。実際はその隠すというより、もうあからさまに、もうなんつうんでしょう、壁で、その例えばベースで、例えばここですね、ここにやっぱその、まあ、空きがあるわけじゃないですか。まあここに巨大爆弾か隠しテスラか、まあ何かしらあるんだろうなという、その相手に、そのまあ相手は思うわけですけれども、実際隠しテスラはここにあるんじゃないかなって別に思わせていいんですよ、本当に。なぜかというと、そのクラッシュオブクラン でのその隠しテスラっていうのはすごい強くて、待って、中止、こちらのですね、レベル5、ダメージ毎秒64とありますよね。まあ、以前でもなんか紹介したような気がするんですけども、この64、1秒に64、まあ、やるんですけども、隠しテスラって、順ぐらいのそのペースなんですよ。0.5 秒間隔で相手を攻撃するんですね。要するに、隠しテスラレベル5だと、毎秒32のダメージを相手に与えることができる。毎秒じゃない、0.5 秒。1回の攻撃で32相手にダメージを与えることができるんです。それが何が強いかというと、そのオーバーキルをしないってことなんですよね。例えば、アーチャータワーは、毎秒、本当にこれは、アーチャータワーは 1.0 秒ごとの攻撃で65と。そうした時に、迫撃砲とかでちょっとダメージを食らっているユニットにですね、例えばアーチャータワー、例えばのバーバリアンがいて、バーバリアンの残り HP が20ぐらいだったと。20ぐらいだった時にアーチャータワーが攻撃した際に、その1秒で65なので、オーバーキル40なんですよね、その値が。しかしながら隠しテスラっていうのは 0.5 秒間隔で相手を攻撃するので、その相手の残り HP が20だったとしたら、こちらは 0.5 秒で32与える計算になるので、オーバーキルを極力しない、そんな防衛ができるんですね。一番オーバーキルをしないのがこちらの巨大クロスボウで、確かその次に、隠しテスラだったと思います。隠しテスラの次に、まあ大砲とか、大砲は 0.8 秒というのがあって、隠しテスラっていうのは本当にもう別に中にあると思わせといていいんですよ、本当に強いので。なので、まあ、私がですね前紹介した透過型配置、そちらも、攻める際は、こちらの隠しテスラがバレバレな状態なんですよ。もう絶対隠しテスラあるなって思われるんですけども、そんなことは気にせずに、こう中に遊びを作ることで、隠しテスラを中に入れることができるんですね。こちらの防衛施設は非常に強い防衛施設なので、別に相手に何と思われようが中に入れた方がいいです。という話でした。まあね、まあ今回は、まあその結構理屈的な、毎秒とか 0.5 秒とか、そういう結構その情報戦、その単にクラッシュオブクランやってたらわからないような、まあ今回ことな話だったんですけども、まあね、ほんとこれを知ってると知らないとでは全然違うので、まあ今後のね、クラッシュオブクランに役立ててもらえたら嬉しいなと思います。ご視聴ありがとうございました。